福袋にこんなん入ってたんですけども、iPhone 持ってませんけども。はい、お疲れ様でございます。今回は実験動画です。この10円を一番きれいにする調味料はどれかというのを実験していきたいと思います。ソース、醤油、マヨネーズ、ケチャップ、味ぽん、レモン、コーラ、サビスプレー、こちらの8種類を試してみたいと思います。はい、それでは紙コップの底を切ったものを8個用意しました。ここに調味料を入れていきます。はい、準備が整いました。はい、こちらの10円をつけていきます。本来ですね、ここ半分だけつけてビフォーアフターが分かるようにしたいんですけども、そんなもん関係ありません。全部つけていきます。はい、それではセットしていきます。最後にサビ用スプレーですけども、これは直接かけます。この状態で1日放置します。これなんかよく見るとこの人がケチャップさんみたいに見えると、急遽追加でモンダミンもやってみようと思います。はい、それではボウルに水を用意しましたので、こちらの方で10円を洗っていこうと思います。はい、まずはソースから。あ、綺麗なってる。あ、綺麗。はい、醤油いきます。あ、ちょっと綺麗です。あ、綺麗綺麗。マヨネーズ、なんか緑っぽいですね。あ、この時点ですでに綺麗。お、マヨネーズ今のところ1位です。ケチャップ、ポン酢、あ、裏面だけ綺麗。定番のレモンです。この時点ですでに綺麗になっております。カビ防止スプレー、これはひどい。全然変わってない。逆に1位。コーラ、あ、綺麗。これは炭酸の効果。はい、最後に追加したモンダミンです。いや、これもひどい。1個も落ちてない。はい、結構他はこんな感じになりました。ソースと醤油ですけども、ソースの方がきれいに落ちております。マヨネーズとケチャップですけども、マヨネーズの方がきれいに落ちてます。ケチャップの方は少しムラが残っております。ポン酢とレモンですけども、これは予想してなかった。ポン酢の方が綺麗です。レモンはちょっとサビが落ちきってない感が出てます。コーラとサビスプレーですけども、コーラの方が綺麗ですね。圧倒的にコーラですね。最後にモンダミンですけども、モンダ以外です。はい、綺麗なもの順に順位をつけてみまみた。まず第3位、コーラです。炭酸の力です。
第2位ケチャップです。そしてまさかの1位マヨネーズです。これが一番綺麗になります。今回9種類のものを試しましたけども、夏休みの自由研究で2万種類ぐらい試してみてはいかがでしょうか。コーラにいっぱいつけといたんですけども、そのコーラにガー入ってますよ。どういうこと。もっと緑茶とかやってみても面白かったら違うかなと思いました。最後までご視聴いただきありがとうございました。